こんな画像で、はい、ほら携帯電話乗っけちゃっていいん？いいっすよ。マジで、うん、それで、上手だね。上手じゃないですよ。うん。俺がタイヤがあって、荷台があって、鈴木のは何？車は車種はこだわんないわけ？なんか言ってたじゃん。ホンダのがいいだとか、スバルのがいいだとか。ホンダはね、この荷台が溶接なんですよ。うん。うん、じゃあダメだってこと？うん。うん、そんな感じかな。うん。ここが。うん。軽トラ。カネライト。うん。カネライトはやっぱカネライトやるんだ。うん。うん、ここはね。うん。あ、カネライトやるんね。ステップサイド。うん。はい。あ、カネライトやるんね。鉄でアングルでとか言ってたじゃん、うん、アングルはこの骨組み、うん、この部分をアングルで作って、うん、ここは多分、うん、FRP、うん、ガラスの FRP、うん、ここはね、いたわ、うんうん、でここはカネライト、うん、このステップのとこは、うん、でそれはやっぱオーバー気味にするわけ。オーバー気味っていうかオーバー、うん、ベッド下ろしてみらんとフレームがどう入っとかは。ああ、はい、じゃあこれこの車体のこの荷台を一応解体するわけだ。そうです。で骨組み、フレームの骨組み出すわけ。そうです。はい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 。で骨組みに合わせて、うん、いやもうフレーム、うん、合わせて、うん、L 型アングル。もうそれはポリエステルはやめたんだ、うん、鉄でやろう、アルミじゃなくて、うん、もう決めてるんだ。そうそう、うん、普通にアングル鉄で、うん、L、うん、うん、ベッドフレーム、うん、お、作成、うん、でこれにフレームに合わせて FRP 板張って、はい、あとカネライト。おお、 FRP の板っつうのは何？ガラスのあれ？チョップのマット？マット。それともクロス？マット、マット。マット。うん。まあマットじゃない、クロス。あ、クロスね。チョップドストランドの。おお、チョップストランドのね。それはポリエステルなんだ。6815なん？ポリエステルな。ポリエステル。これはなんでかというと。うん。ダウン。あ、寸法関係なくね。コストダウン。はい。で、当社のはどこに、どこに使うん？当社のは。ここは6815を使うわけ。ここのフレーム。うん。このフレームで。うん。うん、サビ止めで1508、うん、どんぐりかな。はい、どんぐりだね。うん、あと要所要所で、うん、なんか520は接着でどうのこうのって言ってたじゃん。520はこのあれ、ベッドフレーム。うん、それ520使うつもりなの。520、うん、ベッドフレームでしょ。ああ、そういえば520注文来てたな、なんか。どっから？どこだか覚えてないけど、発注、うん、かかってたよ。インターネット見たら。うん。
まあここもどんぐりでいいかなと思うんですけど、ハチさんを使う予定があるな、あるな。え、どこに使うの？ここ錆止めの、うん、上塗り、うん、上塗り、うん、あれ使ってよ、あの GM の白パテ2100、ほら、平らにするの、はいはい、タンクローリーで仕上げに使ってるやつ、でこぼこ、うん、もう2100白パテ、うん、8300、うん、使い分けは分かんねんだよね、白パテはね、板金盛るとポリパテより半分ぐらいの比重だから、音を叩いても板金修理の音があんまり変わんないらしいよ、なんか言ってたよ。これひょっとしたらフロントのマスク、うん、マスクはそのままで、うん、リアベッドだけになるかもしれない、予感的に、はい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 、特にプリムスにこだわってるわけじゃないんですよ、うん、何もこだわってない、うん、まあこのリアベッドだけでも改造しておけば、うん、で製作は宣伝しとけばいいじゃん、自分のクール F ちゃん、え、クール F ちゃんなんだろう、クール F ちゃんで資料撤去、電話番号、私は何、私はなん、トネ君、あ、住所も書いてこんねえ、みなかみ、ここみなかみ町な、うん、クール F、 うん、はい、080-9529-9529-5994、はい、そんな宣伝者って言うわけ？いいですよ、うん、たまには、うん、問い合わせしてくるか分かんないよ、お電話大丈夫です、うん、クール F、うん、で080-9529-5994、はい、了解です。あ、日付、日付、うん、今日、うん、今日土曜日だもん、土曜日わざわざ休み関わらず仕事をする社長とお付き合いするブレニー技研と、はい、で目標はどのくらいで仕上げるつもりなんですか？目標は、ね、雪が降ったり氷が固まってる時は来ないよ、うちはその橋が固まる時は来ないよ。ゴールペンまで入れて2ヶ月かな。じゃあ年内に仕上げるつもりな、うん、ねえ、うん、マジで。お餅食べないか。お餅、はい、マジで。じゃあクリスマスの頃には一応エンジンが吹けてるわけ。了解です。とりあえずここのフェンダーを修理しますよね。それで社長が得意の、うん、あれだっけ、いやいや、